大地のカビ1992年生野り子帰郷 <laughs> の旅駅から家へ向かうつくもえ塚のだらだらした坂道を春地に向かって登っているうちにイライラして私は大抵横道に入る丘をらせんに取り囲んだ 車の楽に通れる広い道から坂の急なほとんど石段ばかりの近道に分け入ってしまうとその辺りには家はほとんどなく夏には低木にびっしりとヤブカラシが反茂しており冬には濃い緑に混じって野生の難点が実りヒヨドリが逃げる近道といってもごく短くまたどうせ螺旋形系の道を縦につなぐだけのものなのだからすぐに上の道路に出なくてはならず。 道路を行く人の話し声が聞こえるほどの脇道に過ぎなかったがともかくそこに入っただけで山道を行く感じにはなった短い急な坂の石段が途切れている箇所では木の根っこに沿って人の足跡でできた道だけになる両側の木の枝を掴んで滑らぬように歩く人はぽつぽつと通るのだが大人の今になっても勾配はやはり急で 子供の頃近道だけは絶対してはいけないと戒しめられていたそれでも通ったのは子どもの一人芝居という感じで木の枝に手をかけて大げさに登り道路に戻る時の視界が急に開ける感じが好きだったからだそうやって戻った道路からはコロシアムのような形の墓地が眺められた墓はもともと三つの丘に囲まれたすり鉢の底にあったらしい。 一つの丘が通行のために切り開かれもう一つの丘が墓のある斜面だけを残して崖のように掘り取られ宅地になり残った一つだけが広い道路を掘られかろうじてその墓を背負っていた春地からえ萌塚の道を切り開く事業は代々子供が若死にし養子の続いた長者が供養のために江戸時代に行ったのが初めである。 何百年もの間に春地とつくもえかの間の山は掘り取られてそれは今ではいくつかの細長い丘に分かれていたのだったコロシアムのような墓も別に木をてらって設,定設計されたというわけではなく自然発生的なものに過ぎないのだった丘に隠れたそこは墓ができた当初死者が安らかに眠るのにふさわしかったのかもしれなかっただが今では外側ばかりか 三方のの斜面の内側までもどう見ててももほぼ正確な円形にえぐられつながっていたもともとそんな風にえぐれていた丘の斜面を利用して墓を作ったのかそれとも岩肌を切り削って内側もすり鉢のようにしたのかその上底には真四角な白い墓石が等間隔でおのおの円周を描いて規則正しく並んでいた。 わざと草抜きをしないのか古い墓ばかりで誰も来ないからか無数の墓はどれもその墓石の部分だけを白く輝かせてあとは低木と雑草の緑に埋もれていた近寄ってみれば墓石はおそらく汚れひび割れているのだろうがたまたま晴天の日のしかも真上から光の注ぐ時刻に通ることが多かったせいかそれらは私が見るたび金属のように光を跳ね返していた。 ヘリからほとんど中心部まで何が規格でもあるのか全く同じ大きさの同じデザインの墓すり鉢の底へと視線を次第に落とすと中央の方にただ一つだけ変形墓があったそれはバイオリンの形に彫られた漆黒の石でどんなに乾いた日でもその墓石だけは濡れたように見えて時には周囲の緑を葉っぱの一枚までくっきりと完全に映し出すのだそうだその石の石下には 強度の誇りと言われる人物が眠っていた豊かで恩和な地に中庸を重んじて暮らすゆえに英雄の現れないといわれるこの県が唯一輩出した天才的バイオリニストの墓三十半ばで彼は太平洋戦争の一ペーソスとして戦死してしまい結局本当の才能は発揮できるままに終わったという近道はその墓の入り口に続いていた 昔そのあたりで竜の骨の入った壺を拾った実際歳ぐらいの頃だ私はそれをただままごとの道具だと思ったのだったその坂は当時週一のピアノ教室の通学路だったピア,ノきょピアノの教師はやる気のない私を教えることに飽き果てていたまだ裏若かった彼女の家には同じのような年代の友達が来ていることが多く 私は彼女たちが笑い、しゃべり続けている横で、家で一度も練習しなかった課題曲をのろのろと弾いた、要するに自習をさせられていただけのことであった。彼女は大学で児童心理を専攻していたという触れ込みであって、母親はそれで完全に安心していた。体罰を加えられて感激していた生徒もいたらしいが、 私にはそんな体験も全くなくというより、いやいやでも休まずに稽古に来る私の肥満した体と怠惰なくせに外見だけ堅苦しい態度に出くわすや否や、彼女は視線をすっとそらして、たちまち自習しててねと言いよき、どこかへ行ってしまうのであった。どうしてサボることを思いつかなかったのか。壺も墓の入り口に落ちていたから拾えたのだ。 私はは近道道しても道草を食わない子供だった。理由をつけて怠けることはできてもわがままを通したり堂々と遊んだりはしなかったのだったそして注意力が散漫な分道に落ちているものや塀の落書きに神経が走っていた墓の方を多分通るたびに眺めてでもいたのだろうあるいはたまたま足に当たったので気づいたのかともかく今記憶に残っているのはそよを拾った時の感触だけであった。 子供の手のひらに乗るような小さな壺、蓋に工房のような細かな穴の開いたトルコブルーの陶器で、そこにはひげが緑色の白ウサギが飛んでいる門が一つ、その中に魚の頭のような形をした灰色の骨が二かけら入っていた。骨で作った楽器のようにも私には思えた。手に握って振ると何とも言えず神経を脅かす説得力のある音色でシャラシャラとなった。 振り続けるとととメロディーが生ずるといううこともそのうち分かったどんな振り方をしても節回しはいつも同じだった日本の楽曲のようでもクラシックのようでもある曲谷底のバイオリニストのことをすぐ連想した母親の監視が厳しい分私は隠し事のうまい子供だったから拾って45年それをそのまま自分の部屋のどこかに隠していたのだった確かアコーディオンケースの中に出ていたはずだ 音には飽きたが時々は取り出して眺めていた年月とともにそれが何かは正体を知らぬままにまさか人骨ではないにしてもともかく怖いものだ持っていてはよくないものだという知恵はついてきていたそのくせ捨てに行くだけの性根がなくただいつの間にか触るのも怖くなって放置したのだったそしてただその怖さを時々確かめることで何か自分の誠実さの証しにしていたつもりであった 骨の壺あるいは骨の楽器を眺め心をこわばらせて何も感じなくするそしてまた元のケースの中にしまい込んでしまうある日その脅迫観念的作業を行おうとしてそれがケースの中から消えてしまっていることに気づいたのだ受験が迫っていたせいだろうか探しもせず亡くなったのを幸いにそのことを忘れただが高校に入ってしまってからそれが自分自身で勝手に墓に帰ったのだと知った 高校生活は楽しくなかった。そこでの私の成績は思わしくなく入学当時に吹き込まれた少子なエリート意識に感染してしまったせいもあって例えば教室でも通学路でもどんな風に振る舞っていいのかさえわからなくなってしまったのだった狭い世界で他県に行けばもうその学校名さえも知られていないマイナーなところでしかしその当時の私にはそれが全世界だった同時に10年後の自分など想像もできないほど 受験と入学という狭い時期だけを全,全人生のように考えてしまっていた卑屈なのか傲慢なのかもわからない自分を持て余して受験が不安だということで未来も生命も何もないような錯覚に追い込まれる中学まで秀才だった人間が授業に全くついていけなくなり毎日毎日ただどんどん遅れるだけ父も母も食卓でたまたま私と視線があったりするとふっと顔をそらしてテレビの画面に見入った 受験が家の中に入り込んで父と母から食卓の楽しみを奪ったのだ父も母も結局追い詰められていた今まで私に期待しすぎていたのだった私さえまともならばもっとも私に対する両親の過大な期待はむしろ彼らの住む土地や彼らを囲むハルチの人々を拒否し尽くすための手段だったから手段だったのだから もしも彼らの課題した期待を全部クリアしたとしてもそれはただ家庭の内側が無事に保たれるという状態でしかなく私はやはり血の通わぬ装置として決して褒められることなくそこに置かれただけかもしれなかった子供の頃の私は結局いつでも自分ではない自分であるように期待されていただけであったあらゆる成績が言葉が態度が現実に実際の私に付属しているはずのものが 本来のあるべき私ではなく全て仮の姿になってしまっていたそして私自身もそう信じて暮らしたいつかは伸びる子供本来は完璧であるべき選ばれた子供両親自身の決して期待はしていないという思い込みとの狭間まで自分を演技することだけ考えて暮らしてきたいや演技自体は別に大変でも何でもなかったのだ外の例えば学校や土地の祭りや運動会などでの 実績は全くどうでもよかった。意味ありげな言葉と背伸びした読書に両親はむしろ騙されることを望んでいただが内心の私は怯えに怯えながらついには自分自身の怯えさえ意識できぬ無能な人間になったいくら勉強しても彼らの期待に沿うことはできぬ以上ひたすら,現,から逃避して現実から逃避して暮らすしかなかったのだだがその逃避は家庭内でしか通用しないものでいつかは破綻するべきものである 新興住宅と生え抜きの人々が微妙に対立する静かな住宅地へそこに住むという必然性なくただたまたまいい土地だったからという理由で両親は来た父の任せられた会社はその町ともそこに住む人々とも何の関係もなく彼は一月の半分を東京の支社で過ごさなくてはならなかった母には話し相手もなく住,人住宅の勤め人たちは父を雇われ社長だとは思わなかったからやり手の目障りな自営業者という目で私たちを見た お宅は財閥だからという言葉を生活水準の近い人間から私たちは浴びせられた母のお下がりのビーチコートほとんど擦り切れたタオル地のものを水泳の授業に羽織っていっただけで私は授業を早退して泣いて帰らなくてはならなかった外人の金を騙し取っていると父の同業者の実名が子供の口から出てそれとビーチコートがなぜか一つながりに悪徳の象徴に変わったのだ地味にしていればしていたでまた財閥は渋い と言われ続ける父は家から離れたところで仕事に熱中をし母は家からほとんどで外へ出ずに趣味ともいえる料理に埋没した物事をきちんと覚えたり考えをまとめるためにほんの少し我慢したりもともとそんな訓練のできていなかった私の成績は学年が進むにつれて落ちるだけであった小学校では中学校を中学校では高校をと。 両親は私への失望をそれれでも先送りにしてくれてくいただがそうしているうちに私は大学受験を目の前に控えるようになりしかしそもそも現実に直面するという習性のない私には最後の現実を受け入れることは不可能であった高2の絶望的な実力模試の帰り冬に入って日は短く夕焼けは失敗したゼリーのように濁っていた。 空は半分紫色だったが同級生数人と一緒だったために私はその墓の前を通って近道をした同級生は遠くからその進学校にやってきた下宿生ばかりだった同じ町内からそこに進学したのは私一人で高校は歩いて通える距離なのに町の支配からは免れていたピアノをやめてからは恋に通らなくしてきた道であったが彼らと一緒だったためにぼんやりと金を破ってしまったのだ 久しぶりに見る墓は記憶にあるよりももっと完全なすり鉢型をしていた。急に、なんか気持ち悪いと仲,仲間の一人が言った。墓のことではなく胸が悪かっただけなのかもしれなかった。別の誰かが取り合わずに、はァ、あ、はァとため息をついて鼻の頭をこすった。ごく自然に数人ともが立ち止まったのだった。が、そこでそれを見たのは無論私一人だった。 すり鉢の縁に無数の骨が、確かに私が拾って帰ったはずの魚の頭の形のが等間隔で乗っかっていた。それが自分の持ち帰ったものだということはすぐ分かった。一つ一つ人間の背丈ほどにも巨大化し、数も増えていたが、それらがすり鉢の縁を回るときの回り方に、私はどう考えても心当たりがあった。その上、骨たちは一斉に歌っていた。 私が振って歌わせたメロディーを私の振り方で私が様々に試みたのと同じように鳴らしていたすでに薄暗いというのに墓石の一つの上には確かに見覚えのあるトルコブルーの透かしがある入れ物さえ認められた私に拾われてからの何年かの間逃げようと思えばいつでも逃げられたのだと骨はその態度で示していた逃げて山や土や石の力を吸い増えて巨大化したことをこちらに思い出せた メロディーはそのままで骨の成長に呼応して力強く歌うように変わってもいたバイオリンの音よりももっと機械的な音色のそのくせ印象全体は妙に人間臭い歌であったそれはほどなく変装されやがて即興演奏に移りテンポを早めて私の想像力からかけ離れたものになった私は足元から地面と溶け合うような空恐ろしい感動を覚えたはずなのだがそれでも強いて友達と共に足ばかりぞろぞろと動かして外をそこを立ち去ったのだ その時聞いた音楽は家に帰ってからも私の耳の中で鳴り響いていた。で、その日からそれについてずっと私は考え続けているらしいのである。いや、無論それからの何十年かの間を私は不器用ながらに人間の暮らしをして、単なる刺激や細かな記憶に過ぎない夢を繰り返してみて、その夢に似た現実をもくぐり抜けて、なんということもなく生き続けてきた。が、そのくせ何かの拍子に、寒い時、 孤独な時、ストレスのある時、それについての考えや記憶が浮かぶのであった。その度に私が実は心の底でずっとそれのことを考えていたと実感させられたのだ。それとは正体のわからないもの、ただ骨を歌わせた力である。例えば、地霊、いや、そんな大層なものではない、もっと人間に近い感じだ。が、幽霊と呼べるような個別の自我も持たない。 そそもももはっきりした形がないものだと思う妖怪と呼べばたまたまその土地にいるか土地に帰属するだけだが彼らは土地と一続きになった土地の分身である土地と人間が混じり合ったもの守り神でもなく悪意もない彼らはどこにでも漂っているありふれたものだ道や広場に出ればいくらでもいる記憶の中にある彼らの形はマリモに似ているがもっと大きい 目も口も鼻もない褐色の玉で影のようにぼんやりして大抵は向こうが透けて見えたが時たま角度によって視界を完全に遮るそしてその時には立体感を失い視界のシミのようなものになってしまう鉱物や地面を思わせる色が植物や名馬のような頼りない輪郭を持つ道のあちこちにただたたずんでいたりあるいは意味ありげな規則的動きを繰り返したりそんな表現を経て相手の喜怒哀楽はこちらに伝わってきたが 彼らと私たちでは自分の感情に対する対し方が違うらしい、そのせいで彼らは結局不可解なものと覚えたのだ。彼らの方も私たち一家を苦手としていたらしい、多分家族全体が土地から浮いていたせいなのだろう。同じ町の他の家には何気なく自由に出入りしているのを何度も見た。が、私の家には彼らだけでは入ることができず、誰かそれも特定の個人に付き従ってでなくては入れないのだった。 いつも家の周りで朝も昼も夜も何とかして忍び込もうと隙を狙っていた。ふわふわして時にくっつき合い、この土地の古語か私たち一家にはなじめない言葉で何事かささやき、家に来る客の後ろからうれしそうにコロコロと転がり入る。役に立つとか何のためにとかそんな基準で測れる彼らではなかった。良い感じのもの、嫌な気配のもの、いろいろなのがいた。ただ彼らの共通点は大地から湧き上がってくることだ。 良いものも悪いものも何をしに来たのかは分からないままだあるいは彼らはただ家の内と外を隔てるためにだけ存在していたのかもしれなかった子供の頃から思えばずっと何かというと私は彼らを見てきたのだただそれが大地の領域にあるものだとは知らなかっただけだ壺から育った骨の音楽を聴いて私はそれの因縁を知ったその時にバラバラだった記憶は語れるに足るつながりを持って言葉で 順序立てて説明されるようになった音楽自体はバイオリニストの執念が実体化したものだったかもしれなかったただそれを鳴らしていたのは大地のそれの力だった実力模試のあった日巨大化した骨たちの周りにも墓の周囲にもいつもよりはるかに多く濃く褐色のまりものようなそれらは集合していたのだったいくつもより集まると巨大なモぐら餅のようにうごめいたのだそれらが骨の中を通り抜けて 墓の中央へと転がっていくたび骨たちの音楽は一層豊かになり多分死んだバイオリニストの意志を突き抜けてしまうのだろう最初に連想したクラシック風の音の領域を超えたものになった私が最初聞いたメロディーからかけ離れていった後々それに似た音楽を聞いたことがある「クロノス」というカルテットの演奏するシェーンベルク それからオーネット・コールマンが「ライブ・アンダー・ダスカイ」の舞台でアルトサックスをバイオリンに持ち替えての即興演奏その2種類に当分に似ていたのだクロノスとコールマンでは確かに随分違うはずなのだが曲も違うそれを聴いた時の私の印象は似ていた結局褐色のマリモたちもその音楽も暗いとか明るいとか古いとか前芸だとかの基準では測りようがなかった 大地から生じたカビのようなものは誰かの意思や時代や風土の影響を仮に受けるときがあってもそれ自体は決して変わらないらしい最初にそれを見たのは小学校に入ってすぐだったと思う遠い記憶である父の知人の八千乃さんが来た日そのものは八千乃さんの後ろについて入ってきた私にはそれをことさら意識する必要がなかったのでその時は別に驚かなかったカーテンに映る車の影とか あるいは夜中に部屋の中に入ってきてしまう油ゼミのようなそれは何でもない現象の一つだったのだそれよりも私は八千野さんが来たということにだけ心を奪われていた八千野さんは父の親友というわけではなく親戚でもなかったただ時々,そのやってや時々やってくるその土地生え抜きのいい人であった私たちと八千野さんの間には何の用事もなくまた利害関係もなくそれなのになぜか通り一遍の冠婚総裁を超えた関わりがいつの間にかできていたのだった 私たちは全員八千乃さんに好意を持ち八千乃さんが来ると妙に安心した家にいる時はいつも不,思議不機嫌な父も八千乃さんの来た日は穏やかになったその頃の八千乃さんは彫りの深い目のきつい年齢の分かれの男だった体はがっしりして肌は異様にきめ細かくそのくせ不健康な土毛色をし表情は暗いのに声は温かく明るかった「あの子若いのに四十超えて見える」と八千乃さんのいない時 母が父に言ったそれで私は八千野さんが若いことも老けて見えることも知ったいやその頃のと書いたが八千野さんの印象というのはそれから何十年経ってもさほど変わらなかったこめかみの辺りにほんの少し白髪が,が増えただけでやはり年齢は分からず肌がきれいだった世間の挨拶抜きでいつもこう言いながら入ってきた八千野ですに八千野が来ましたんよ 留守がちの父が1ヶ月に2回ほどたまたまいる時に限って八千野さんは来るが八千野さんが玄関から入ってくる場面の記憶は全くない八千野さんは「こんばんは」とこお邪魔します」とか絶対言わないとても暖かくただふわりと家の中に入ってくるそしていつ来たのかがほとんどいつ来たのかがほとんどわからないのだった記憶にないのではなく子供ながらに必死で八千野さんの入ってくるところを見ようとして見られなかったという記憶が残っている時計の単身の動くところのように 捉えがたたかった八木のデスにじいさんの新聞でこんなつまらんもんでも私が物心ついた頃には八木乃さんはもう家に遊びに来るようになり私の日常の一部になってしまっていたから大地のカビはそれ以前にも八木野さんについて家の中に出入りしていたのかもしれなかったただ最初にこちらの目に入ってきたのがその時だったというだけかもしれなかった 挨拶の声が聞こえた時八千野さんはもう部屋の中に入ってきているまず玄関から何か温かい気配が流れてきたと思うと「八千野デズニー」と発声があり部屋の敷居から足が入ってくるところも私には見えなかったそして声が終わると八千野さんはいつもすでに部屋の中央に現れていて大きな背中と足がかがめられていた同時くらいに父が「まあまあ」と言いながら手を差し出して座るように進める動作をしていたのだった それでも八千野さんにはゆったりした礼儀正しい印象があった「こんばんは」と言わないことが一種の礼儀であるような温かい感じ6歳の私はその時点でも部屋の隅に積み上げてある座布団を引っ張っていって八千野さんに渡してしまっていたそれ以上に八千野さんと関わり合う方法はなかった八千野さんは私にさえ真面目に丁寧に応対してくれた「ああ琴美ちゃんあんたば大きなって」 あんたは、まあ、この前会った時はほんた3センチほどのものやったにこんなに大きなって幼稚園行っとんのもう小学校行っとんのどこの小学校行っとんの何なろうとる生まれてくる前は3センチよりも小さかったのにまた何をなろうとるの3センチよりも小さかったその前のあそのまた前のあんたはどんなお経でもみんな知っとったんやのにまた一からお勉強や。 そう言われると私は座布団を投げ出して今の敷居に走り廊下の幅しかない入り口の両端に両手両足をかけどんどん登ったさもなければ頭だけでする頭突きのように痛い逆立ちをした自分が人とのものであるということを示したくて同時にただの軽薄な目立ちたがりでないということも見せたかったそれは怒りに似た感情,の感情と気分の高揚とそれらを支える強い安心感が取らせた動作だった 八千野さんには若さとか乱暴さというかいうものがまるっきりなかったこちらの想像以外の思い切った行動や言葉がもしあればそれは必ずその背後にこちらにわからぬ八千野さんの側のしきたりがあったあの人は年寄りに大事に育てられたと母が言うのを何回か聞いただがそれも八千野さんの態度から母が推定しただけのことで八千野さんの子供時代を家のものは誰も知らなかった八千野さんは私の乱暴な動作を叱らなかったあれ子供ちゃん あんた柱登るのが上手やったかなそれも学校で習うてきたんなあもう習わんとこの子は恥ずかしいやる気がない母は私に答えさせてくれなかったもうあかんわこの子は鼻づまりで弱うてふがふがと喋って壮大で挨拶嫁言われて机の下入ってしもうて代わりに武藤さんの玲子ちゃんが壮大になって この子を言ったら行動で小便を垂れて新聞紙にパンツを包んでもろて幼稚園そのやつけのパンツを履いて帰ってきて先生がお土産をくれましたって大いばりで出して何も分かってないわ平然としてニヤニヤとして何を言われても平気だった母が私の代わりに私の行動や心理を答えている間に私は自分の芸をし尽くしてしまい部屋の隅に張っていって積んである座布団の上に座り込んでいたそしてそこで八千野さんが怖い話を始めるのを待つのだった 八野さんの後ろには八野さんと一緒に家の中に入ってきた彼らがいた。だがそれは私には全くどうでもよかった。それが八野さんを動かし駆り立てて、父のいる日にこの家に来させるのだと、その時からなんとなく感づいてはいたかもしれなかった。ただ幼かったから言葉や意識にはならなかった私に声をかけて母が答える。八野さんはただそこに座っている。その間に私たちの心は落ち着いてきて、大地の壁はその間にもどんどん入ってきた。 八野さんの足跡の気配が残っているような廊下のあたりからいくらでも機嫌よく転がってきた。あんた今仕事なりなさっとるの。父がそう口を切る時点で部屋の中はすでにタバコの臭いで空気が粘っており最初のお茶は飲み干されていた。わしは足しは今も何もずっとクハナの方に行ってますわさ。 暗い表情のまま明るい声を立てて、しかもその二つを調和させながら、八つのさんは喋る。父は驚く。ああ、そうやったかな。そうでしたな。あんたさん、下戸と違いますやろ。ビールでよろしかったかそれが飲みませんのさ。お前もビールって言うてもろて、全然飲みませんわ。あそうやったが。おじいさんが、この前話伺わしてもらいましたけど、この頃おじいさんはどうしてなさるん それがこの前この前おたくさんと奥さんもわざわざ来てもらいましたやんかそれで今日は盆でこんな形ばっかりああそうでしたなそうやったそうでございました父は別にいい加減な人間ではない人の面倒も見るしギリ堅いと言えるそういえばよそ者で孤立していた家に遊びに来るのはこの頃考えてみれば八代さん一人だった がどういういわけだかその,八千野さんの職業も家族構成も日常もなぜだか私たちは全く把握することができなかった。来るたびに繰り返して確かめたし別に意識して無視するわけではなかったのに家父さんを迎えるという行為自体はもう必要欠く,くべからざるものになっていたのにそのくせ共通の話題はなく会話は大抵とんまな繰り返しだった。 だが八野さんは怒らず私たちは知らけず仕事や景気や家族の噂などがなぜか流れをかき分けるようにクリアされてしまったそして気が付くと八野さんは怖い話を始めているのだった八野さんは無宗教なのだと私たちは全員思い込んでいたが身内には神主が多かったのだろうかいや八野さん自身が朴花の神主だったろうか 八野さんはその当時独身であったが随分遅く40を超えてから結婚したのだったあんたしてなさるかなあの床屋の辺りさほこらを取り外してあの辺ありで前蛇が死んだことがあった100匹ほどもなああそうでしたな蛇なそんなこともございましたなえらいもんでなあの蛇のの辺りのほこらさミーさんのほこらへいてな 家のおばあさんが取り壊したらいかんってあれは猪木さんのとこにいた小さいばあさんが感情してきたんですが感情したわえ画がもう祭るもんがおらんでもうお帰りいただくと言うて言うてみたところがあんた元のお社がなくなっとる小さいばあさんというのがどんなばあさんかそして小さいばあさんはなぜそこにいるかそもそも小さいばあさんは猪木の親戚であるのかそんな説明は一切ないままに矢木のさんの話は進むのであった がその一方父は自分が不審に思ったことを几帳面に確かめるタイプだったえんなはほらことがあるかな元のお社がなくなるやてそれやさ小さいばあさんもおらんようになってますし知っとんのはガゾタさんのとこのおじいやんだけですそのおじいやんがまたわけのわからんおじいであいやいやいやそれにしても元のお社なくなるやてですそんなはずはないガゾタのおじいさんがわけのわからんこと言うとるんだけど違うんかなそれがまあ聞きないさ 最後まで聞きないさガゾタのおじいはそう言うたわ今度はガゾタの姉さんが出てきてあれがもうわけのわからんがねやいやガゾタさんのとこは実は誰も知らんアホか姉さんが訳わ,わからんのやな父は心から共感したらしく穏やかに相づちを打ったが実は近所との付き合いはほとんどなかったガゾタの姉が言うには元の社がなくなったら神さんはもうおらんそこを開けたままにしとくとかえって危ないでさ もともとがそれ、建て増しの時にな、猪木さんの土地の上の祠やから、猪木さんの下の部が結婚するのに建てる言うて、祠どうしようか言うて、そしたらまた猪木の親父がわけのあがらん親父で、ほうが、最上さんはおらんか言うて、家主も呼ばんといきなり金属バットで叩き壊しまして、その日のうちに鹿のりの焚き付けにくれてしもた。その話聞いてからしばらくして通りかかったら、葬式が出とった。それが猪木のじいさんとかザトのばあさん。 それからあんた半年でガゾタの姉の嫁ぎ先に遊びに来とった子供、家にあのな悪という成り立ちのわからん病気で、気の毒なことで、神さんおらんのに言うて、ガゾタのおじいさんがわし悪うないのにちゅうて、そしたら誰かが京都行ってそこ通りかかって話に聞いとったで、確かめにいて道間違えて入っただけでおろは元のとこにあったらしい。ああいう荒いことをして、井戸埋めたり祭りせんと、お社壊したりなばあさん話聞いただけで、寝込んでしもてます。 鹿の湯でこの辺に鹿の来るような温泉がありましたかあいやいやいやそれは古屋ですに。ほら向こうのあれ宇都宮町にも鹿の湯でありますやろここの隣の和倉場町の鹿の湯ああそうやあんたらところは内風呂屋で寂しいな行ったこともありませんが母が勘違いすると八千野さんはごく穏やかに丁寧に説明をした八千野さんの話が確信に入ると 八千野さんについてきた者たちはうれしそうにそわそわと動いていた別世界の秩序形には見えないままごく近くで起こっている信じがたい話目の前の学校や街に住みかねた私はそこに惹かれた日常の緊張と苦しみが少しずつ壊れていく感じそのくせそれが物語に過ぎないことを承知して本気では怖がらずに安心している八千,八,千八千野さんの話を全身を耳にして私は聞いた 子供が大人の話に口を出すことを父は絶対に禁止していたから私はもらい物の,の花札を引っ張り出してきて撒き散らしたりし八野さんの関心を引こうとしたが小富ちゃん力散ら,らかしたらあかんと言われただけで撤退するしかなかったこの前道歩いアとって雲真っ赤出血をしましたんやえあんたがかな人の多い道でわしが倒れたら皆さん助けてくれてああお見舞いも行かなくていやいや奥さん 別によりしでなわしに得があって助けてもらいました得であんたそれはあんたは好かれとるが得があるから助けるってことはないわ人が倒れたら大体大概助けるわさあそれがわしの巡り合わせやごくわずかな得で恥ずかしいがいやいやあんたは誰にでもえらい思てるようや私が学年を重ね中学に入っても八千野さんの話は基本的に全く変わることがなかった 骨の音楽を気にしながら私は中学に進学したその一方で新しい環境に進むたびに私はただ今までの失態を挽回することを考えなくてはならなかった中学から本格的に勉強しろと命ぜられてもそもそも基本ができないままではどうしようもなく乱読の雑学だけを頼りにテストの点数を稼いでいたクラブ活動もほとんど休んでおりホームルームではクラスにまとまりがないという話が出るたびに身をすくめ寝たふりをしていなくてはならなかった 第一なぜクラスがまとまらなくてはならないのか見当がつかなかった3年の時ひどく熱気のあるクラスに入って無論一層の違和感を抱いて過ごした例えば文化祭の準備の話し合いが何のための祭りかというような実際の計画から離れたものになった時のこと急に一人の生徒が立ち上がって非常時だと言い始めて声を立てて泣きそれがきっかけで後ろであやとりをしていた数人の生徒を一人が泣き声でいめるようになって 最後にはクラス中が土星で満たされといった具合にどんどんおかしくなっていたことがあったそこで話されたのは「無思想な青春だの」「人生だの」という言葉が出てくる一人一人の見解あとはただの大声に過ぎなかったその時自分たちの意思で教室のドアの内側から鍵をかけたことが一体どんな風に伝わったのかしばらくして地方新聞の小さい記事に「中学生ゲバルトか学園を封鎖」という見出しでそれが載ったりした 新聞によると私たちは現体制に不満を抱き学園封鎖を行って時代の風潮はここまで来たと教師を投げかせたをいかれる子供だっただが例えば私はただ遊びに全学連という言葉を取り入れているだけのそして受験に追われる年よりも幼稚な中学生だったいやそれともあれが時代の熱気というものだったのだろうか何をしているものかもしれないのに「ベヘ連という言葉だけを覚え そう書かれた黄色のヘルメットが自動車の後部座席に置かれていたのを見ていつもは口も利かない男の子と一緒に偵察に行ったことがあったヘルメットはただそこに鎮座しているだけで別に宇宙人が飛び出すというわけでもなくがっかりして家に帰っただけのことであったがベヘ連レンを分からぬままに秘密結社のようなものだと思っていたのかもしれなかった高校の入学式には赤いヘルメットにサングラスの学生がビラを配りに来た県庁所在地から来たらしいと聞いた ああことみちゃん何なろうともう中学かな隣の中学の方が遅うてよかったのになあんた昔3センチほどのものやったのにどこからまた湧き出てこんなに大きなったのテレビの中では全学連が棒を持ってよその国の芝居のようにぐるぐる回っていたあんな学生がな勉強もせんとな先々どうするのやろうか親はどんな思いで東京へ出したか わしもこうができたら棒で頭をつっつかれるかも分かりません。学生の旗振りが旗振りもかわいそうに若い出来がたっとんのやろうけど、もう何でもめちゃくちゃめちゃくちゃしてほれ。八千乃さんの後ろでうごめいている茶色いものはその時は話の内容に関係なくただ八千乃さんの声に惹かれてざわめいていた。この前も言いましたやろ。水や医師で病気が起こっとる。 秋名さんとこのお姉さんの子供が片頭痛でとにかくもう痛い痛いってしまいに頭の毛が抜けるようになってそれがまた大神屋のおばあさんがおって家の下にこんなして石があるでこんなして石を掘り取ってしもたらこの子は治るってこんなしてと言いながら手をいきなり大きく広げる八千野さんの動作の中に私が求めているものが隠れていた八千野さんの来訪にはただ繰り返しがあるだけで進展がなかった この道は何なるうとるんが何年か続きそれから八野さんはパタリと来なくなった結婚したのだった奥さんと一緒に来るということは全くなかった何年かがたち再び訪れるようになった八野ですんやに3歳になるという人形のような長女の手を引いていた結婚して随分たってから生まれた子供なのだろうとその時には思ったが 同時に八千野さん自身が全く老けていないことに気づき、不思議な感動を覚えた。時間は八千野さんのところにはめったに立ち寄らない。ただ時々彼を軽くかまっていく。かまわれてそれで八千野さんが変わるわけではない。ただ八千野さんの娘だけが育っていく。あまりに整った顔の娘だった。顔形は八千野さんに似ていないのに、時間から離れたところでポツンと座っているような雰囲気は同じだった。これがいますのやは、3歳になりましてな。 ここへは初めてやわいつもいつも連れて行きたいとは思っていたけどあこれ光ちゃん3つにもなって3歳の子供を八野さんは膝の上に乗せ赤ん坊にするようにゆすってあやしていたヒカルはあまりにも華奢でと言っても決して病的ではなく3歳にして幼児体型を思わせるものがなかった頭は小さく手足はほっそりとして目の前で見ていても身長がわからないような感じだった 父親の膝にゆったりと持たれ姿勢はくつろいでいるのに唇はあまりにも硬く噛みしめて眉毛を寄せどこかつらそうであった私たちは彼女の胸劇の化粧のような桃色の顔と濃いまつげと碁石のように大きな黒目の鋭さに驚愕した体は弱々しく顔はきつく圧倒的な美貌と徹底した拒否で私たちの視線を集めていた見ている私たちが嫌だったのか家の雰囲気が嫌だったのか彼女は勘を立てて 帰ろと言い捨て父親の腕に顔を押し付けていた八千乃さんは光を私たちに慣れさせようとして苦労して何度も家に連れてきたがいつも結局は父親の肩や腕に期待を当てて「帰ろ」ときれいな声で叫び泣くだけであったそうして私たちは八千乃さんを失ってしまった私はすでに八千乃さんに興味をなくしていた光が現れてからというもの 大地のカビはのさんについてななくなった年とともに光は育っていったが八野さんは年を取らなかった私は第五志望の大学に入るため距離を離れた私の帰省と八野さんの訪問がうまく重なることはめったになかった私はますます八野さんを忘れたああ琴美ちゃんこれ光光琴美お姉ちゃんや勉強して大学に入って ちゃんみたいになこんな頭がいいとなるほどに勉強してなえらいもんやな光,光はバレエならとるのやな光はお父さんとお話しして相談してお父さんにバレエ習わしてって言うたんやな七つになりましたわ光は相変わらずのゆったりとした姿勢で八代さんの肩に持たれるように足を揃えて座っていたさすがにもう膝の上には乗ってなかった八代さんは私の頭の中では不正愛の塊としてしか捉えられず 私はヒカルの変わらぬ圧倒的な美しさだけをぼんやりと見ていた7歳に成長してヒカルは雰囲気を変えぬままに美しくなった大人びていくという類とは違っていてただ単にあるべき自分に近づきあるべき自分になっていくとでもいうような成長であったが別に娘らしくなるというのではなくあくまでも華奢で長く伸びた手足の両巻だけがせいぜい現実味を少しました 人形の手のように指先をそえてこわばらせた完璧な形の指にはその頃流行っていた子供用化粧品のマニキュアが施されていた見たいテレビがあったもんのやから怒っていますのやわこの光はさすがに帰ろうと言わなかったものの顔を怒りに引きつらせ何を聞いても答えないのだった光は泣く代わりに八千乃さんの腕を叩いたりつねったりするように変わっていたはい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 、はい、見たかったら何でも見てええでな 父が精いっぱい明るい声で言って、テレビのスイッチをつけると顔をこわばらせて、光はまた八千野さんの腕をつねった。八千野さんは美人コンテストにチャンネルを合わせた。光は少し機嫌を直したらしくて、唇の両端をへの字から一文字に変え、目を見張って画面を一身に見つめた。バービー人形のようなイブニング姿の美女が次々と紹介され、舞台の奥に並ぶ。光の横顔を覗き見ると、 視線は画面の端端から端へ絶え間なく動いていてた。それは決してライバルを確かめる目ではなかった本物の優越感を持って彼女は美女たちをただ一律に余裕を持って眺めていた「どみちゃん何なろうとる大学も一番かなずっと一番やなとみお姉ちゃんはこれ光る聞いとるのか頭いとなるほど勉強して <laughs> それがわかんのやさどこも入る会社もないということで」 父の異様に優しい体の血が全部抜けてしまったような困り果てた声を聞きながら私はヒカルが少しでもいてくれればいいとそれだけを念じていたヒカルのいる間は茶の間にいることができる未来は定まらず帰省してさえ何か聞かれるのが辛くて家族といられずそのくせ部屋に閉じこもっているとみんなのそばに行きたい八千乃さんのいる間なら誰も何も聞かず私は家族らしくそこにいることができた 高校の成績不良がそのまま当てのない大学生活に続いていた第二次石油ショック直後で就職のめどは立たず資格試験にすがって大学のある町に残ろうとして私は大やから断られた卒業間際私の顔は硬直し額には深い縦じわが刻まれていた裏通りをふらふら歩いて大学に行こうとすると異様なほどにきちんとした身なりの端正な男が急に声をかける 最初英会話のテープを折るのだと思ったが相手は私の顔に焦点を合わせると逃げ腰になりつつ一応行ってみるという態度で私に就職を勧めたそれが何,何かわからぬまま断ったら後でブサイクな女の人が多いことで有名なキャバレーのスカウトだと分かったのだ本当にちょっと手を振って断ってみせると男はたちまちどこかへ消えてしまった 私の顔には時に人からアバタと呼ばれるほどに深い肉びの跡がえぐれ分厚い眼鏡をかけ顔はその日は多分洗笑ってなかった7歳のヒカルを見てから12年間私は八ノさんに会わなかった「コどみちゃんずっとまた勉強しとんの大変やなまあもうそれでも後も会当ないように見えるでええけどヒカルを連れないで八ノさんが来た」 12年の間に八千乃さんは少し老けて疲れていた私は30代の半ばだったやっと自分で生活できるようになったところだった八千乃さんは私より少し上にしか見えなかったええおばさんになったなことみちゃんは今日はるちゃんはるちゃんはもうお母さんやわ孫があって孫が八千乃さんは母が悲鳴のような甲高い声をかけたてて急に居間に入ってきた あんたあんた一人娘出してしもて十八夜そこらで一人しかない子。これでも本人が行く言うたでこれでもわしは行きたかったら行きたない行きないって言うて酒もタバコもせん親孝行の向こうでさ日曜はあっちの家行って光が手伝うのや光ちゃんはお父さんに行かしてくださいって言うてなこの光が。ふと見ると八乃さんの後ろにはまた大地のカビがその日は力なくどこかよろめくように転がったりしたが八乃さんの話はいつもと同じだった。 この辺はあんたちょっと前まで土層や勘の中で生き返ったらどうしようって言うてこの辺りはでっかい恐竜の骨が埋まっとるて中学生が恐竜の霊を見たて今日はつまらんものじいさんの三十回忌ですわ帰京 <music> の日つくもえ塚の駅まで私はなだらかな坂を歩いて下ったいつも通りに晴天の日で光が真上から差す時刻だった 拾った骨が返った場所のことを私はいつしか思い浮かべていた墓の前に来たそこで八千乃さんの語った恐竜を見たいや恐竜というよりは伝説の竜であったコロシアムのような墓からさえはみ出し町全体を覆うような巨大な骨があった小筒は少しも色あせてなかった 骨の音楽が鳴り響いていてたその日大地のカビは丘の上の草を全部集めたよりも豊かだった彼らはその巨大な竜の骨の肉や皮であるかのように群れつどっていた。